演舞開演。どうも皆さん、連日寒いですね。こんな寒い時はこたつに入って、あるいは温まカーペットなどで温まりながら本を読むというのもいいのではないでしょうか。今日はそんな皆さんに最近読んでいるおすすめの本を紹介したいと思います。それはこちら、アヤンの宝物とじゃなくて贈り物という、アヤンの贈り物という本です。こちらはですね、こちらの弁償ニンニク卵黄という商品を作っている会社の創立者の方の人生を息子さんと奥さんの視点から漫画として描いたものです。このように漫画なのですが、人生山あり谷ありの人生、様々な経験が凝縮されており、人生の参考書としても十分使えると思います。このアヤンの贈り物のように私も何か贈れる人間になれたらいいな。そしてご視聴ありがとうございました。このアヤンの贈り物を読んでいただけたら、そしてコメントしていただけたら嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。